キンデルダイクは、オランダの南ホラント州、ニーウレッケルラント基礎自治体内の地区である。ロッテルダムの南東約1 3トルの位置にあり、レク川とノールト川に挟まれた地区である。ここの風車網は1997年に、キンデルダイクエルスハウトの風車網として、ユネスコの世界遺産に登録されている。アルブラセルアールト干拓地の排水を行うために、 1740年代2 9代の風車が建設された。この風車もはオランダ国内で最大規模のものである。また、オランダの観光地の中で最もよく知られた場所の一つである。1855年に日本のカンリン丸が建造され、近くの軍港ヘレフートスライスで偽装後に99日間かけて日本に開港され、 1857年9月21日、長崎に到着した。キンデル大クは風車網で有名である。国土の1、4程度が海面よりも低いオランダにおいて、排水システムは最も重要な問題であり、その国土で生活するためには欠かすことができない。アルブラセルワールト地方では13世紀から排水の問題が発生していた。オランダ人は干拓地に 角の水が入らないように大規模な運河を掘ってきた。これらの運河のことをオランダ語でウォーターガンと呼ぶ。運河の建設はオランダ全土に及んだが、この方法はほんの短い期間しか有効でなかった。建築物の存在が地盤沈下をもたらし、同時に川の水面も再び上昇し始めた。ポルダー内の水面を維持するための新たな方法が求められた。オランダ人は 風車網を建設し、水面がある一定の高さに到達した際に、風車のポンプを利用することで水面の維持を図った。また、ポンプによって川に排水された水は再利用が可能となった。とはいえ、人間の力では水面を完全にコントロールすることは不可能であり、オランダは過去に深刻な洪水の被害を何度も受けている。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。